背番号14番平井翔輝です。背番号16番地主園秀美です。背番号33番多田羅篤人です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあ早速お題で、丸安以外で好きなサッカーチームは。僕はバイエルミュンヘンが好きですね。リベリーが好きなんで。リベリーが好き、はい、リベリーもおらんけど大丈夫、もういないけど、まあ、今ちょっと見てます。はい、次、これだけは他の人に負けないという自分の強みを教えてください。俺麻雀かな。負けることもあるけどそこまで負けない、はい、僕は将棋。俺も好き、将棋。文字っすか。うん、だったらいいや、今度やりますか。あ、じゃあ今度遠征で、うん、ここでやる。あ、俺言うわ、なんか24風とか。24風とか棋風じゃ書いてくださいよ。二人がすごいなと思うことなんかありますか。ヒデは鉛、自分ではなまってるつもりないんですけど、まあよく言われますね、石上選手に。イントネーション、そう、イントネーションが面白いです。多田羅選手はやっぱリーダーシップがあるんで、やっぱチームを、そうっす、雰囲気悪い時も声で引っ張ってくれて、すごい喋る試合中に。リーダーシップはすごいってやっぱ思いますね。で、平井選手はやっぱ大事なとこで点決めてチームを勝たせるっていう意味ですごいなって思います。ああ、まだ1回しか勝ったことないんですけど俺点決めて。ヒデはすごいサッカーに対して真面目ですね。あんまり食べないんですけどご飯は、チョコぐらいの白ご飯しか食わないです、マジで。お肉大好きです。肉と野菜好きやんな。炭水化物は取らないです。肉と野菜は好きっすね。炭水化物取らない。あんま取んないっす。ほんと取らない、ね、食べないですね、米は。あんまり意識高い系男子、何もない時にシャトランするからね。練習終わってから何もない時にシャトランしてるから。アーツとすか、あんま声でかいって感じですか、ね、声でかい。まあ、まあ俺には怒ってこないからあんまりいいけど。よく怒られます。アーツより下には結構ね、まあ、怒られるけどやっぱこう身が引き締まるっていうか。めちゃくちゃ言葉選んだな。そいつが嫌いだから怒ってるっていうよりはもう少しこうしてほしいっていうのがあって、まあなんでその怒った後は、うん、個別に話したりはしてますけど、とにかく喋ってないと。大きくないしサイズがあるわけじゃないんで自分 自体がで、足も速くないし、まあなんでそういう人を動かすところをやっていかないと生き残れないなと思って今までやってきたから、まあそこは続けてる感じですね。最後いきます、1個。秋といえば、ヒデ魚好きやからサンマがいいんじゃん。サンマは好きっすけど今値上がりしてるんでちょっと食えないっす。え、何、本？本読まないっすか。本読むよ。本読む。読みます。本読む。何の本っすか。今読んでるのはなんか行動経済学とかいうなんかね、面白いよ結構。今俺読んでる本宇宙兄弟。やば、漫画じゃん。宇宙にはロマンがある。秋といえばゲームじゃん。ゲームっすね。ああ、フェスがあるんで、やっぱゲームのイベントが来るんで秋に、はい、大きいのはサウスオス、ワンピースっす。ワンピースしか読まないっす。ヒデ君ワンピース大好き。アツも読んでるもんな、ジャンプ読んでる、読んでる。好きな必殺技はレッドフォークありますよね。レッドフォークキングコングガトリング、キングコングガトリングかな、やっぱ最新のね、バレットのね。映画も見に行きましたし面白かったっすよ、一人でレイトショー見ましたよ。楽しかったっすね。秋はもうワンピースっすね。秋はワンピース、ワンピース。じゃあそろそろ時間になりましたので最後にサポーターの皆様に一言お願いします。はい、平井選手から。はい、もうリーグも終盤戦になってきたのですが、まあ、一つの高い順位に行けるように精一杯頑張るので応援よろしくお願いします。なかなか勝ちきれない試合が続いてて難しい試合が続いてるんですけども、まず一つ勝ってその後連勝できるようにしっかり準備していきたいと思いますので応援よろしくお願いします。二人ともいいこと言ってくれたんで僕言うことないですけど、最後皆さんスタジアムに足を運んでください。よろしくお願いします。